六ヶ所村パクの海岸六ヶ所村は、青森県の下北半島太平洋岸に位置する村である。原子燃料サイクル施設などの原子力施設のほか、国家石油備蓄基地や山瀬を利用した風力発電基地等エネルギー関連施設が集中している。ITER の建設候補地として誘致を推進していたが、カダラッシュに建設されることが決定した。 年間を通して冷涼な気候で、夏は山瀬の影響を受けて肌寒く天候が悪い時期もある。おぶちの駒やおぶちの僕は歌枕として何度も歌われている。おぶちとはどこであるか不明だが、六ヶ所村おぶち地区であるとも言われている。1793年、菅山澄は歌枕の地を確認しようと、おぶち村を大雪の中訪ね、 その感激を歌にしている。土地に200年ほど前から伝わる古文書によれば、源頼朝が所有した名馬、聖職の産地と伝えられる。聖職の産地については、中国地方、宮城県当初説ある。1889年4月1日町村制の施行により、倉内村、平沼村、高子村、小淵村、出戸村、 泊り村の6カ所が合併して6カ所村が発足。エネルギー関連施設の存在によって、2006年度予算においては、年間60億円もの存税が納入されるため、税収は豊かである。国、県への依存財源は25%余り存在するが、地方交付税交付金を受けておらず、村の予算規模は、周辺同規模の町村の倍以上となっている。 このような財政状況を反映して、村内に下水道、浄化層施設、診療所、健康施設が整備されるなど、インフラ整備は進んでいる。1995年改定の合併とクレ法に係る平成の大合併においても、周辺市町村との合併には否定的であった。青森県警察のヘジ警察署伝統的な農業、水産業に加え、 数々のエネルギー関連施設が立地している。これらによる税収や雇用だけでなく、風力発電や太陽光発電といった再生可能エネルギーから原子力発電関連までの施設が同じ村に集積している珍しさを活かした見学ツアーの誘致も計画している。原子力、編集石油、風力、編集農業、漁業が盛んである。 農業は山瀬による例外が起きやすい地域であり、長芋などの例外に強い根菜類が多く作られている。漁業、編集平沼郵便局6をもむき醸造工房、平成27年国勢調査より前回調査からの人口増減を見ると5.04%減の1万536人であり、増減率は県下40市町村中12位。小学校、 編集以下は廃校。中学校、編集以下は廃校。高等学校、編集鉄道の最寄り駅空港と和田、観光電鉄のヘジ平沼マイナス6カ所線、6カ所、役場前バス停留所かつては急行8の辺白線が運行されていたが、2003年4月30日の運行をもって終了し、翌5月1日に廃止された。スパハウス六カポッカ。 ありがとうございます。